トゥトゥルー、皆さんこんにちは、中川翔子です。はい、今日は iPad でデジタルでお絵かきをしていきたいなと思うんですけど、今日挑戦したいのは懐かしのあの頃、90年代のリボンの人気漫画を大集合させたいと思います。わーい、やっぱりですね、平成90年代ってめちゃめちゃ最高でした。仲良しリボン、チャオと、もう三大漫画巨頭たちの、しかも全部面白くって、仲良しはセーラームーンとかレイアースとかちょっとファンタジーな感じで、リボンはそれよりもうちょっと大人な恋愛ありだけどファンタジーありと、なんかちょっとねドキドキする要素もあって、いやー面白かったですね。なのであの頃連載されてた超パワータイトルたち、これを書きたいと思います。全部で10人、神風怪盗ジャンヌ、子供のおもちゃ、ギャルズ、ママレードボーイ、ちびまる子ちゃん、姫ちゃんのリボン、赤ずきんちゃちゃ、リリカ SOS、 ご近所物語、ケロケロチャイム、プラスアルファ、へそで茶を沸かす、これを書けたらいいなと思うんですけど、いやできるかな。ではやってみたいと思います。お、まずは一番いっぱい書いてた、手が書き慣れている神風怪盗ジャンヌからいきたいと思います。このねジャンヌはねすごかったんですよ。漫画界に革命を起こしてしまいましたね、金村アリナ先生は。ここアリナ先生の絵といえば、この髪の毛の立ち上がってとこの裏側のこの線描くのが楽しい。これこのシャキーンってなってる、これこういう髪の描き方ってそれまでの少女漫画にいなかった新しい風。すごい、この主人公のマロンちゃんは痩せてて胸が大きくて新体操もできるし優等生だし、グラタン作るのうまいし、女として全てを持ってる女なんですよ。嫌がる素振りを見せつつも全部受け入れてんじゃねえかよっていう感じの、本当にねすごいですよマロンちゃんは。このリボンの90年代でセンター誰にしようかなってすごい悩んだんですけど、革命的だった作品の子供のおもちゃを描きたいと思います。全員好きだったよね。子供のおもちゃってすごい作品だったんですよ。主人公のさなちゃんは劇団小回りの子役としてテレビでも大活躍する芸能人の女の子、すごいんですよね。思春期のこの初めて人を好きになってみて自分がちょっとおかしくなっていっちゃうとか、心がズタズタになるさなちゃん、本当に見てて辛かったし、めちゃくちゃ面白いです。読んだことない方も大人が読んでも超面白いんで、子供のおもちゃお願いだから読んでほしいです。これコドチャがやってた時のリボンの無敵感すごいなって感じ、ギラギラしてたよ90年代が。前列の3人目は悩んだんですけど、あれにします、ギャルズ。これは20代後半の人、30代前半の人、ギャルズめっちゃ流行ったの懐かしいですね。ジミホーナ先生の描くギャルのファッション、そして明るくって渋谷とか袋とかいろんなギャルが正しいことをちゃんと貫き通すみたいなところとか、あとは意外な、なんと音畑くんが付き合うんじゃなくて、あやと音畑くん、なんそっち行くのみたいな、なんか先が読めない感じも、恋愛の感じが重すぎない感じも、めちゃめちゃ素晴らしかったです。ランちゃんの赤メッシュ、これは気合い入れて塗りたいなって思うんですけど、なんか似顔絵描くのもそうだけど、これ似顔絵に近いと思うんですよね。この子はこうの顔だからこうみたいな特徴を寄せて描くのって、ちょっと今漫画の絵を描く作業でありながら似顔絵だなって思うんですけど、似顔絵ってその人のことをちゃんと会ったことがあって、その人のなんか動きとかいろんな角度とか自分の中で落とし込んでからじゃないと描けないなっていつも思うんですけど、これがそんな感じ。漫画をちゃんとあの頃読んでたみたいなのがないと急には描けねえなこれ。少女漫画って丸ペンで描くことが多いらしいんですよね。漫画のタッチによってジャンプみたいな男の子向けとかは G ペンで、そして少女漫画とか髪の毛とか細いところは丸ペンでらしいです。漫画家入門みたいな本で読みました。はい、ちなみに梅津和夫先生はカブラペンです。本人に聞きました。このママレードボーイといえばですね、
日曜朝8時、もしかして今プリキュアとかの枠でやったアニメだったんじゃないかな。日曜朝の少女アニメで、だいたいなんか変身ヒロインとかがおもちゃが出るじゃないですか。あまりすごい恋愛ものだからおもちゃの出しようがあるのかと思ったら、ボイスメモというものが流行って、これ原作出てきてないんでは。まだスマホも携帯も何もない頃、ボイスメモというロボット型のおもちゃにメッセージを吹き込んで録音して相手に聞いてもらうみたいな、そういう映画バカ売れして、当時伝説のおもちゃなんですけど。次は姫ちゃんのリボンを描きます。これはスマップがオープニング歌ってましたね。エンディングもね、笑顔の元気、森くんがいた頃のスマップが主題歌歌ってた。貴重ですね。では片付けにチャチャです。これはやっぱりスマップが主題歌やってましたね。君色思い、懐かしいですね。この狼のリーヤの声も香取慎吾さんがやってましたな。もう何も言わないで書いちゃった次書いてるのはナースエンジェルリリカ SOS ですね。はい、ときめきトゥナイトの先生が書いたナースの魔法少女もの。なんかね、こういうね表紙あった当時。なんかみんなキャラが大集合してるみたいな表紙、めっちゃ好きだったんで。ケロケロチャイム、カエルの漫画ですね。カエルの国のお姫様かな。ここはメモリちゃんですね。うわー、この絵はどうやって描いてるんだ。あ、はい、できました。多分90年代のリボンの懐かしいキャラたちを大集合させてみました。今度はこんな感じになりました。11人いますね。はい、ここから色も塗っていきたいと思います。はい、お母さん、塗り始めたばかりのところですみませんが、そろそろ次のスケジュールがあるので、ちょっとギリギリなので時間を進めないと。なので続きはお家で宿題に。うわ、もうあと30秒で出ないと間に合わないです。こんな仕方あるめ、家でやるか。いや、これがなんか多分90年代を再現するっていうのはデジタルですみたいになっちゃうと違っちゃうから、お家でできるだけ淡い水彩タッチ、あの頃のリボン、あの感じを再現できるように頑張ってみます。それでは、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。